目立つのが本当自然の要害を利用しているというのがよくわかると思うんですけれど、この下が筑馬川がね流れていた場所です。それと見づらいですけれど、あの辺に土手がございまして、その土手の向こうが現在の筑馬川が流れている場所でございます。あの信号があるのか。あ、そうですそうです。赤い信号見えるの。その前が新幹線の、金沢まで道になりました。それと、あと向こうの山、今日はよく見えてますけれど、美しが原高原になるんです。はい、それでこの裏側が諏訪平公園があるわけなんですけれど、合併をして福祉ヶ原高原から諏訪平まで上橋になりました。何もやりますかね。もうちょっと有名なところも中野の方とかありますけれど、それとあの正面の櫓を見ていただきたいんですけれど、これは先ほど左の方に見えました西櫓です。それであの仙石氏がここを復元した時は6つの櫓と2つの櫓門があったわけなんですけれど、あの明治の廃城で全部売りに出されまして、であの売り値は12円50銭だったそうですよ、卒が。それでもあの売れなくって、売れ残ったのがこの西櫓なんです。6円にしても売れなかったという櫓でして、でも売れ残ったお金で現在これが見れて、とっても良かったという。うん、そうですね、これから整備をして飾るようにするんですよね。であの初期の城郭建築の特徴であります下3分の2が板張りになってまして、その上が漆喰になってます。で突き上げ戸という武者窓もございまして、矢座とか鉄砲座もね備えてある櫓でございます。